岡田駅は愛媛県伊予郡正木町にある伊予鉄道郡中線の駅である。駅番号は伊、e、29。ホーム駅名標相対式ホーム2面2線を有する地上駅で有人駅である。列車交換可能駅で日中時間帯に列車が行き違うダイヤとなっている。貨物を取り扱っていた時代には3番ホームに引き込み線があった。 年度ごとの1日あたり、乗降人員は以下の通り。駅前の通りは県道であるが、道幅は広くない。駅舎のすぐ隣には夜間用の通路があるが、現在は使われてなく、近隣の学校の校外学習や遠足の時などに利用される。駅舎の南側には一部上やきの駐輪場がある。駅前には、かつて数軒の商店があったが、多くは廃業しており、 住宅地である。駅前に松山市農業共同組合支所や岡田駅前バス店が踏切を挟んで東南側に2006年に改装、増床した松山製協の店舗、東に進むと回転寿司店がある。北西側には、正木町立岡田中学校と岡田郵便局が立地する。さらに東の国道56号を越えると、いよ銀行岡田支店や自動車店、 DVD 買取販売店、飲食店等が沿道に立地している。国家公務員間舎がさらに東にあり、関係者の駅利用も多い。駅前の岡田駅前バス停から、伊予鉄バスの路線が発着する。国道56号上の伊予鉄バス伊予岡田バス停についても記述する。軍中選開業当初から、東駅と蒲田駅との間の位置に出会い駅があったが、 当駅開業の直前の1910年7月4日に貨物停車場に変更され、後に廃止された。出会いとは、重信川とその支流である、石手川とが合流する地点という意味である。ありがとうございます。